ポンちゃん暗くて見えにくい。ポンちゃん優しいのね。ポンちゃん。かわいい。ご飯。かわいい。影かわいい。でもかわいいね、君たちね。かわいい。ジャンク。ジャンクかわいい。あ、おしまいなの？あんちゃん。ジャン君、今日はずっと曇りっていう予報だったんですが、なんと太陽が出るかな。お天気が良くなったので花を飾ってみました。そしたらジャン君が、ほら美しいね、ジャン君。でも逆光でちょっと顔が黒くなっちゃってごめんなさい。ちょっと明るくしてみよう。はい、ジャン君こっち見てください。はい、いい感じです。モデルか。はい、日向ぼっこのジャン君でした。いなくなりました。はい、黒犬パパはご飯を食べて戻ってきました。一応喜んでくれているようです、この姿。挟もうってことか。あ、違う。やなかなかなか、はい、はい、ジャン君もおいで。
食べて。ジャン君、ジャン君、来ない？来ませんかい？じゃあこっちから来るぞ。ジャン君、はい、お母さんの生き物だと思うんですよ。ポンちゃん、とうとうそこまで制覇しましたか。はい、ジャン君、今度はこっちで心配して呼んでます。ジャン君、おいで、おいで、ここ気をつけてね。うん、ポンちゃん、ポンちゃん、そこに乗る。その下に敷いているのはどうやら木元みたいなんですね。じゃないかなと思うんですよ。後でどかそうか。うん、今はもうしょうがないね。ジャン君が、じゃあポンちゃんがそこでおくつろぎになるんでしたら場所変えますよ。そうだね、うん、はい、今はいいということになりましたので、そしてここで泣いてるのはあなたも誰。はい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 、はい、ジャン君、ジャン君、ジャン君、ギターを回り込んでのなでなでポイント。はいはい、よいしょ、じゃあ挟む。お休み中のジャン君、ポンちゃん、なんか気持ちよさそう。気持ちよさそうでしょ。